ねえ、あかりちゃん、ミルクの時間です。ここにいるのかな？いた。あかりちゃん。お腹ポンポンだね。ミルクの時間ですよ。起きてください。おいで。スースー言ってるね。おいでおいで。抱っこして連れてきますか？よいしょ。あかりちゃん、よいしょ。とっとっとっと。よいしょ。はい。あかりちゃんを。あそこにミルクがあるから連れてくよ。はい。あかりちゃん、朝のミルクのお時間です。どうぞ。やっぱり足がちょっとこんな風に開いちゃってますね。歩くときには戻すんですけど、慌てていたりとか、こういう意識がミルクに向いちゃってるときは、直せません。ミルクの中に浮いている黒い粒々は炭です。あとリンの吸着剤も入ってます。あかりちゃん顔が怖いです。美味しそうですけど、フェレットあるある。美味しいものを食べてる時の顔が怖い。すごい勢いで飲んでますね。ちょうど今日で1ヶ月ですね。ぶっ倒れてから。で、退院してからは、28日くらいですか。お尻を洗う回数は随分減ってきましたが、時々カピカピのうんこがついていて、やはり1日1回ぐらいは洗われています。お水を飲む。水飲むよね、結構君ね。部屋がこんな感じなので、他のフェレットさんたちをしまってるときは、あかりさんは放牧されています。で、ご本人好きなように遊んだり飲んだり食ったり寝てます。そこはハンモック洗ったので今ハンモックないですけど、そこでくつろぎます。意外とそこ好きだよね。ペットシーツがちょっと雑に敷いてあるだけなんですが、それでもいいんでしょうか。あ、出てきた。まだね、ベッドの上上がれないんだよね。休むときはペットシーツの上とかですね、今みたいにキャリーの中入ったりとかしてることが多いですね。歩いてきた。遊ぶのかな？ちょっと歩き方がイグアナチックになってますけど、最初の頃に比べたら、前足も後ろ足も全然効かない時に比べたら随分良くなったと思います。そこ行く。わざわざ狭いとこ行く。で、敷物を洗濯するよ。そっちの落ちてるハンモックも洗濯するよ。おやすみ。じゃあ会社行くからね。尻尾がまだ見えてるよ。はい。おやすみなさーい。